ダメだこりゃ。ここ1ヶ月ぐらいスパイダー乗ってないので、もう動かさないとダメだよねと思って、ね、出てきたんですけど、土砂降りの豪雨ですよ。いや本当にすごいね、すごい豪雨になってますけど、とりあえずエンジンがけだけでもねやっておこうかなと思います。雷まで鳴ってるよ。車ね、やっぱりなんだかんだ言ってもエンジンかけとかないとオイルもね下がっちゃうので、エンジンかけです。それだけではちょっとダメだろうということでね、軽く前進。更新こんなところかな。見えるかな。まあこういうことができるようになったのもね、一応カーポートがあるから。いやしかしすごい雨だな。まあ、いったよ。そう。ということで、はい、1ヶ月以上ぶりに動かしたスパイラーですね。まあ、一応今日はね、あのサブカメラに GoPro のヒーロー12をダッシュボードに置いて撮影しております。まあいつもね、あの新しいカメラを買うと搭載回数はどうあれね、うちのチャンネルの中で私の中での一番のメインはやっぱりこのアルファロメオスパイダー、こいつなので、カメラテストは必ずこのスパイダーで行ってたんですけども、ヒーロー12だけはねドゥインゴさんで初撮りを行いました。はい、一番期待しているのが HDR だったので、まあより顕著に出やすいのはドゥインゴさんだろうということでね、ドゥインゴさん で実際には HDR やっぱりいい表現をしてくれてましたよ。まあスパイダーでやってる限りはね、オープンカーっていう明るい中からね撮ってる分には何も差が出ないんじゃないかなと思います。あとはね、映ってますかね、これ Bluetooth マイクをつけてるんですけど、 AirPods ですね。まあ、これで、まあ、こちらでも今12でも録音してるんですけど、12の録音、まあ、多分ねこの AirPods 車で走ってるぐらいの走行風、まあ、特にこの旧車オープンカーの走行風の中では多分撮れないだろうとは思うんですけど、一応ね、この11で撮ってる方の無線マイクの予備に使えるんだったらいいなっていうことでね、ちょっと試し撮りです。まあカメラの話は今日はそこまでですね。はい、久々のスパイダーさんですが、まあ私ね、谷ガレージ、車とバイクの Vlog という感じで、まあ、車もバイクもどちらも好きです。
まあ、本当に初めに申し上げてましたが、このスパイダーだけは別格っていうのがあるんですけど、バイクも十分好きなんですけどね、バイクの場合はね、なんだろう、車好きから来てるのか、まあ、本当にマルチエンジンね、マルチエンジンのバイク、非常にいい音してるなとかね、思うんですけど、もう極端な例で言っちゃえばね、バイクが好きっていうよりもドゥカッティが好きエルツインのあの音は最高ですね。いいですよ。車と違うところをバイクに求めて、まあ違うんだからね、当然楽しさっていう質もね、全然違うもんなんで、まあ、完全に、これは好みの話です。まあここまで来たんだから、もうそのままバイクの話で行こうか。カッティが好きで、ルカッティに乗るまでのバイクっていうのは、まあ狭い道入っていくのに便利だとか、そういうふうな感じで乗ってたのがバイクだったんですけど、趣味の乗り物としてちゃんと使うようになったのはドゥカッティに乗ってからですね。ドゥカッティの音によく似てるっていうふうに個人的に思えるようなハーレーダビッドソンとかね、2気筒で鼓動感のあるエンジン、 V 型2気筒って言った方がいいのかな、やっぱりいいよねと思うようになるわけですよ。でその中で、まあ、今乗ってる、まあ、パイピックさんがちょっと私が使うにはちょっと車体がでかかったかなっていうふうにも思っちゃうので、若干買い替えとかね、そんなことを考えつつ他のバイクを探しに回ってるような感じなんですけども、はい、いつものごとくコンビニさんへ寄ってきましたよと。はいはい、コンビニで買い物してきましたよと。アイスクリームまで買ってきたからね、さっさと帰らないといけない。ということで、まあ、コンビニ寄って帰るだけっていうね、いつものスパイダー動画ですよ。一番気に入ってるって言っておきながら、こういう意味合いだけで終わってるっていうのは何だろうということもね、極論の話ね、このスパイダーの場合だと、もう好きすぎちゃってね、ちょこっと動かすっていうか、もうちょこっと座るっていうか、もう庭にね置いてあるそれだけでも気に入っちゃう状態になっているのがこの車なんでね、これからももちろんきっと登場はしていくと思いますが、もしスパイダーファンの方が見えたら気長にねお待ちいただくと必ずどこかでは絶対出てきますので、はい。